はいどうも、走れ葵チャンネルです。ちょっとね、朝なんで声がまだガラガラなんですけど、だいたいいつも15分から20分ぐらいで会社に着きます。で、今の時刻が7時51分とか2分ですね。で、8時から仕事が始まって、2時間働いた後に10分休憩で、また2時間働いて今度お昼休みっていう感じで、まあ2時間が1コマみたいな感じでやっています。で、基本的には、室内で仕事をしているので、まあそんなにこう汗をかいたりとか、とても寒いとかそういうんじゃなくて、まあ一応空調ありますので、まああの工場の中はまあそれなりの気温があるので、そんなにこう体調を崩したりとか、あんまりこう体力を奪われたりとかそういうのはないですね。そんな感じ。とりあえず今8時から仕事始まるんで行ってきます。とりあえず今日は平日なんで、基本的には平日は全て8時から始まります。で、終わる時間はその残業とかによって違うんですけど、まあ5時から7時ぐらいの間にはまあ終わるようになってますね。とりあえずじゃあ仕事に行ってまいります。では行ってきます。はい、そして10時ですね。10時の、10時休憩の時に必ずおにぎりと、豆乳とアーモンドフィッシュを食べています。これは毎日欠かさず食べてますね。はい、というわけでですね、今、12時を回ったところです。ちょっともお昼休憩なんですけど、まあ、基本的にいつもお昼の時は、まあ仕事場で食事したり、まあ、パソコンを見ながら、今日の動画をチェックしながらとかやっています。今日は撮影もあったので、外で食べてるんですけど、まあ基本的に休み時間が40分ありまして、だいたい15分から20分ぐらいが、食事取ります。で、その後は、まあ、YouTube でこれから上がる、今日の夜上がる動画のチェックですね。それでまあ最終チェックをして完成という感じになります。で、まあここからあと4時間ぐらい働いて、定時というその業務が終わる時間ですね。その、定時があって、そこの後に残業がプラスされます。で、多分今日はこのまま行くと残業がないと思うので、まあ5時ぐらいにはもう会社出れるかなと思いますね。で、その後ちょっと今日はウェイトルームに行ってウェイトをやろうと思っています。で、だいたい野球やるのが週4から週5、まあ週4ぐらいですかね、野球の、練習があって、で、それ以外はまあウェイトトレーニングとか、まああとは動画編集とかをやっています。で、今日は、昨日野球があって明日も野球があるので、今日は野球じゃなくて、ウェイトトレーニングをやりに行こうと思っています。で、まあ、ここのバッグに、ウェイトトレーニングのもう着替えとか入ってるんで、仕事帰りそのまま寄る感じですね。で、また、仕事が終わりましたら、撮影しようと思います。では、仕事、午後の仕事行ってまいります。はい、というわけで今仕事終わりました。今から、車に乗って、ジムに行こうと思います。だいたい今4時45ぐらいですかね、5時前だと思います。では行きましょう。はい、今ですね、コンビニにいるんですけど、今ちょっとジムにこれから行くんですけど、仕事が終わって、まあ、少しお腹が空くわけですよね。お腹が空いた状態で筋トレしてしまうと、自分の中のエネルギーがなくなってるわけです。それでなくなったエネルギーを、起こそうと、自分の筋肉を削って力を起こそうとします。ですので、自分も筋トレを行う前とかは必ず少し胃袋に入れてから筋トレするようにしています。これは、お腹が空いた状態で筋トレすると、まあ、効果がないってわけじゃないんですけど、少し減ってしまうので、自分の場合は筋トレをする前に少し体に少し何かを食べてからやるようにしています。で、まあ、食べるもんにも少し気をつけてて、脂質をあまり取らないようにしていますね。基本的にタンパク質は筋トレの後に取るので、今、コンビニについて買ってきたんですけど、まず最初におにぎりを一つ食べます。おにぎりと、少し腹持ちのいいですね、結構お腹空いてるんで、大福を買いました。大福は結構脂質あるかなと思う人いると思うんですけど、大福はですね、ちょっとぼやけちゃってますけど、タンパク質 2.8、 脂質 0.2 ということで、脂質は全然入ってません。ですので、まあ少し、腹持ちを良くするために、大福を入れます。で、筋トレした後に食べるものも、ついでに買いました。筋トレした後はですね、まあこの前紹介したB レジェンドのプロテインも持ってきてるんですけど、それまた後で紹介します。で、こちらのサラダチキンの、ほぐしサラダチキンを購入しました。こちらは、結構有名なものだと思うんですけど、タンパク質多く入ってまして 21.6、 脂質 1.8 ということで、これを終わったら食べます。あと筋トレ中ですね、筋トレ中は、ドリンクを飲んでる方とかもいますけど、ちょっと作る時間とかもないので、タンパク質が入っているオレンジジュース 100%、 これを飲みます。で、筋トレした後、ちょっとこれ次で、これですね、最近出たんですけど、ウィーダーが出しているプロテイン、スーパープロテインという、ドリンクになります。こちらゼリーなんですけど、バナナヨーグルト味ということで、タンパク質が10入ってますね。タンパク質が10入ってます。
脂質ゼロの商品です。これは詳しく後で動画にしようと思います。はい、そんなわけでとりあえず、筋トレをする前は、どっちかっていうと腹持ちのいいものを食べるようにしてますね。早速じゃあ、さっきの大福と、こちらのおにぎりを食べてから筋トレに行こうと思います。では行きます。はい、というわけでですね、今ちょっとウェイトをしてきました。ちょっと車の中で撮影してるんで暗いと思うんですけど、とりあえず筋トレが終わったら30分以内にタンパク質を補給します。とりあえず自分がこの前購入しましたこちらのビルドマッスルというですねサプリメントを飲みます。はい、そうしましたらプロテイン、動画でも紹介しましたこちらのミーレジェントのプロテインを飲みます。はい、ビールジェントいただきます。はい、そしたらですね、こちらのサラダチキン、さっき紹介したサラダチキンですね、こちらを食べていきます。サラダチキンはでっかいやつもあるんですけど、自分ちょっとあれだと飽きちゃってちょっと最後まで食べられないんですよね。それなのでちょっとこういうほぐしサラダチキンで、まあ、チビチビじゃないですけど食っていくのが、自分の食べ方ですね。ちょっと水分を取りすぎたっていうのもあるんで、これはちょっと帰ってから撮影します。とりあえず、サラダチキンいただきます。はい、というわけで食べ終わったんで今から家に帰ります。今日はちょっといつもより早いですかね。では帰ります。はい、今帰宅しました。時間が今7時半ぐらいですかね。いつもよりはだいぶ早いですね。いつもは仕事が終わって帰ってきてすぐに編集して練習っていうんですけど、ウェイトの場合は逆のパターンで、仕事終わったらすぐに、ウェイトやって帰ってきて編集っていうこの逆のタイプになります。基本的に、自分が所属しているクラブチームの練習は8時からですので、まあ残業とかあったとしても、まあ、6時とか7時には家着くんで、そこから編集をして、翌日の動画を作ったりとかしています。で、明日の分の動画終わってから練習に行って帰ってくるって感じですかね。で、帰ってくると大体まあ10時を過ぎてしまうので、まあ他の YouTuber さんの動画をチェックしたりとかする時間もあるので、そこで、終わりとなります。で、編集、撮影をやって寝るって感じですかね。まあとりあえず今日は、逆のパターンの先にウェイトやって、これから編集をします。で、今日が5月2日で、多分動画がアップされてる前日の昨日だと思います。で、昨日はちょっと動画のアップが遅れてるんで、これからすぐにアップして、とりあえずすぐ会おうと思います。できて、さっき、飲めなかったこちらのウィーダープロテイン飲んでみましょう。こちらはタンパク質10脂質0という商品ですね。初めて飲みますね。いただきます。
はい、今飲んだんですけど、普通のウダイの場合はそんなにこう苦味とか、なくて普通に美味しく飲めると思うんですよね。でこちらのタンパク質が入っているスーパープロテインは少しまあ苦味というかプロテインを飲んでるような感じがしますね。美味しいだけじゃなくて少しこう栄養が入ってる味っていうんですかね、ちょっと苦味があるような味がしました。でもまあ、全然苦ではないと思いますね。バナナヨーグルト味ということで少しヨーグルトが強かったかなと思います。まあちょっとお高いんですけど、まあお金がある時には飲めるかなと思いましたね。で手軽に飲めるんでいいと思います。はい、どうも、走りごいちゃたちです。で今日はですね、この前紹介しましたこちらの、ジームスの軟式用のグローブですね、こちらを使ってノックをしてみようと思います。ちょっとまあ足も治りつつあるんで、今日は少し、いつもよりは激しめに動いていこうかなと思っています。はい、今編集が終わりました。時刻が大体8時ぐらいですね。これから、動画をアップロードしていきます。アップロードの仕方としては、基本的にまず自分が使っているこの無料の iMovie ですね、 iMovie で保存します。保存して保存が終わったら、一旦パソコンに取り込んで、そこから YouTube のこちらのアップロードっていうところですね、ここでアップをします。で、いつもだったらここで公開予約を押すんですけど、今回はもうちょっと時間が押してて、昨日ですね、昨日なんで、まあ上がるんで、もうすぐ上げなくちゃいけないんで、公開を押します。で、公開で、使う動画を選んで投稿するという感じですね。で、いつもはこの時間の間にサムネイルを作ります。サムネイルは自分は、スマホで作ってるんですけど、一旦パソコンでスクショして、それをこちらの iPhone に送って、iPhone から、編集するといった感じですね。で、まあスマホでやってるんで、だいたい時間がまあ10分ぐらいかかります。10分ぐらいかけてサムネイル作って、そしたらもう一回パソコンに転送して、載せるといった感じですね。大体まあアップロード時間が20分から30分ぐらいあるんで、まあ、この間基本的に、まあ、YouTuber さんの YouTube の動画を見て、時間を潰してます。じゃあちょっとまた、編集アップロード終わったら、撮影します。じゃあ、はい、というわけで今8時半なんですけど、動画アップが終わりました。今日はジームスのグローブを使ってノックっていう動画をアップしましたね。でそしたら、次に明日の動画を作っていくんですけど、明日は自分が祝日で休みなんで、まあ、お昼に完成させれば、まあ、夕方の6時には間に合うかなって感じですね。でとりあえず今8時半なんで、これから、少し動画を YouTuber さんの動画をチェックして、まあ、30分ぐらいチェックしてから、少し編集、そして、ストックを撮りたいと思います。ストックっていうのは明日上げる動画じゃなくて、その翌日のためにストックをしておくんですね。動画を貯めておきます。それを何本か撮ろうと思うので、これから撮影に移ります。では準備します。はい、どうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、少しお話をしたいと思います。今日は、記念すべきですね、自分チャンネル登録、ツイッターいいね、よろしくお願いします。ではおー、利用した。はい、というわけで今、撮影が終わりました。そしたら、パソコンに取り込んで編集をしていきます。とりあえず今9時ですね。9時なんで、まあちょっと少しゆっくりしてからやっていこうかなって感じですね。で、今日の予定としましては、とりあえず、夕方じゃないや、とりあえず、深夜1時に友達を迎えに行かなくてはいけないんで、まあ、それまで、何かできることないかなって考えてまして、とりあえず編集を1本して明日の動画を終わらしてから、ちょっと買い物に行きます。サブちゃんの買い物っていうのもあるんですけど、少し、まあ連休に入るんでいろいろ準備しなくちゃいけないんで、買い物に行きますね。とりあえず、動画も一緒についていきます。はい、今ですね、ちょっと買い物行こうと思ったんですけど、ちょっと急遽 LINE が来まして、新しいグローブの片付け依頼が来ました。ちょっと友達の家なんで、これから取りに行ってまいります。そしたら撮影をしようと思います。では行ってきます。はい、今帰ってきたんですけど、こちらの2つのグローブをちょっと借りてきましたね。借りてきましたというか、ちょっと片付けをしてほしいってことで頼まれました。ちょっと予定が狂ってしまったので、1つ、一旦とりあえず風呂に入ってから撮影しようと思います。とりあえず風呂に入ってまいります。風呂出たら撮影します。はい、今風呂から出たんで、これから撮影をしていこうかなと思います。とりあえず、グローブ紹介の動画を1本と、片付けの動画を1本撮ろうと思います。では、やっていきましょう。はい、どうも、走れ大井チャンネルです。今日はグローブ紹介をしていきます。今回紹介するのはこちらのグローバルエリートの、はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターでよろしくお願いします。ではありました。
はい、というわけで今1本撮り終わったんで、そしたらもう1本ですね、芋煮片付けの動画を撮っていこうと思います。芋煮片付けの場合は一旦お湯を準備するんで、お湯を準備してから撮影に移ろうと思います。では行きましょう。今ですね、お湯を汲んできました。でここで芋煮するんですけど、早速、芋煮の動画を撮っていこうと思います。では行きましょう。はい、どうも、走れ追いチャンネルです。今日はですね、この前紹介しましたこちらのミズノのグローバルエリートの軟式用グローブを芋煮片付けしていこうと思います。早速準備をしていこうと思います。また途中で動画にしようと思います。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。ではありがした。はい、そのわけで今撮影終わりました。今芋煮片付けをしたんですけど、だいぶ汗かきますね。結構汗かいてます。今風呂上がりなんですけど、形も今いい感じについたんで、とりあえず、撮影は今日はここまでですかね。この後編集をしたいと思います。今時刻が11時なんで、あと1時間したら友達迎えに行きます。では行きます。はい、今ですね、時刻が、11時47分なんですけど、これから、友達を迎えに行ってきます。とりあえず編集の方は、まあ、少しやったんで、この後帰ってきてから、動画編集をして、とりあえずまあゴールデンウィークはゆっくりしようかなと考えてますね。とりあえずまあ3日分ぐらい終わらして、向こうずの活動に行こうかなと思っています。はい、そんなわけで、今日は朝からとりあえず自分の生活というか、今日一日を、ずっと追ってみました。まあ、仕事終わってから結構、まあ、曜日によって行動は変わってくるんですけど、今日はどっちかっていうと、まあ、楽な方ですかね。あんまり激しく動いてないんで、まあ、編集メインということでやりました。まあ、曜日によっては野球メインの日もありますので、そういう日は結構編集が大変なんで、なるべく、ウェットとかの日に編集とか終わらして、野球の日は野球という感じでやっていこうと思います。はい、そんなわけで今日は自分の YouTuber の一日、紹介してみました。また機会があれば、また、面白い日とかあればやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、Twitter、いいね、よろしくお願いします。では、ありがした。ありやした。とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。